さあ船長、おはようございます。おはようございます。今日は何狙いですか？今日は青本なんですけどね、ちょっと渋いですね。渋いですか、今日は。はい、これでまで良かったんですけど ねなかなかうまいようにはいかませんね。今日は初日ですか？今日は初ですね。2018年一発目ですね。一発目。はい。お客さんもいっぱいですね。そうですね。満席ですね、満席。来てほしいですね。二人お客さん、後ろに出てますよ。大丈夫。いつも出てる。いつも出てる。ちゃいました。ちゃいますね。ちゃいます。ポーズレススタッフの。ポーズレスガールの小熊さん。ポーズレスベアー。本当し。2歳。2歳。ポーズレスガールの小熊さん。何か。今日は何になってますの？タチウオですね。タチウオ、はい。タチウオなんかあの取れてない時に結構釣れてたけど。もう一群れこんかなと。あ、もう一群れ。しつこく。まあまあ登っちゃったから。無理っすか、ね。タチウオ来るかな。なんかちょっと暗いところにも帰りはったと思うけど。ちょっとはぐれタチウオ。はぐれタチウオ。はぐれメタルならぬ、はぐれタチウオ。はぐれメタル知ってるんや。知ってるよ、知ってる。やるな。いや、それは知ってるよ。ということは、前23歳言うとったけど。ええ、ドラクエのはぐれメタル知ってるということは、あれ、カメラマンと年が近いかな。チューナゴンとかも知ってます。チューナゴン。もうガチな話、何もなん、年。え、年何歳なの？知ってるでしょ。分かれん。26歳ぐらい。あ、惜しいな。惜しい、うん、めっちゃ惜しいわ。マジで、うん、だいぶ惜しい。ちょっとニアミスぐらい。ニアミス、うん、そうなの。ニアミスぐらい。ちょっとかすった。27ぐらいかな。小熊ちゃん27歳です。27歳独身です。全独身でも大丈夫な年です。な、27やったらな。そう、27やもんね。全然あのテロップに入れとくわ。彼氏募集中。入れといてもらえます。お問い合わせはこちらまでっていうとこか。あ、そう、こちらまで、こちらまで。プレゼントやファンレターはこちらまでっていうとこは。そう、こちらまで。あ、入れとくわ。あ、お前殺到したらどうする？あ、めっちゃ嬉しいじゃないですか。めっちゃ嬉しい、うん、なあ、20キロも痩せたしな。出た。26歳から27歳にかけて20キロ痩せたよ。そうそうそう、すごいな。だいぶ違いますよ。なんかダイエット本かなんか出して売れるんじゃん。まあ売れるかな。やりますかね、みんな、あの過酷な感じを。やるんじゃん。何したか知らんけど。何したか知らんけど。魚ダイエット。魚しか食べへんの。秘策なんなんだ。秘策？事務所のタングステンをなんか振り回しとった。あ、そうそう、それもやらないか。あ、それもやらないか。こう何回もこう持って下ろして持って下ろして、スクワット的？タングステンスクワット。へえ、そうなんだよ。うん、それやると、うん、コグマスクワット。コグマスクワット。はい、上げてください。はいはい、回収。回収。もうそんなしょうもないこと言わんと早く回収って言うと。あ、残念。一人で帰ってきた。さっきダブルで来たけど、どんなアクションしたの？あ、なんかでも、ちょっとボールを入れ気味のワンピッチですね。あ、そうなんだ。でも結構早く来い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 って
感じで、こい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 言うと来た。そうしたら来た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 、やべえ。で、チリ飛ばすときはテイで、テイキャストのときはドリャー、ドリャー、流行語大賞になったのよ。さっきお腹がグーグーなってる。なんで朝だからカツ丼食べてきよって。コンビニでお好み焼きね。え、お好み焼きね。車の中でカツ丼2人前食べよって。食べてし、めちゃめちゃ食うなぁ言うて、びっくりしたわ。じゃあキャベツ焼き。キャベツ焼き、うん、あ、でその後にカツ丼食べとった。食べてない。せっかく来とうから。神戸の名産。出た。よし、行かない。一本どうぞ。何それ。じゃあ一本食べて。この神戸の名産やこれ。そうや、ほんま。マムシ漬け言うて、これ美味しいで。これほら、うせえろ。怖い。どうこれ、どうこれ。さっきなんかリップクリームにいい言うてみたい。そう、リップクリームにいい。かかじったらそろそろ塗らんでいいの。あ、俺もちょっともう先みんな見てない時にそこと食べてもらった。そりゃ絶対美味しかった。めっちゃ美味しかった。これザラメかかっとんねん。ザラメやで、これ甘いよ絶対。もうほらほら、めっちゃ美味しいわ。ほらほらほら、なんか当たり方がそんな感じ。そうです。当たり方がそんな感じ。そうです。なんでやねん。あんまり顎しゃくれてない。顎？うん。顎持ってしゃくってもらう。顎しゃくれてもくれへん。取れた。恥ずかしいからやめて。ボトムにフリカット。どうぞ。マジすか。上。これドーンとかから痛いし、いけないな。うん。何の話。ピクスルはダメ。ピクス。ごはんダメ。よっしゃ、言うた。うわ、やってる。バンバンやってる。なんか今姿勢がクマみたいになってる。頑張れ。よっさん、ファイト。行け。はい、もう見せてたよ。よし、お前。よし。慎重に。慎重に。引き抜けしまーす。引き抜けしまーす。よっしゃー。一旦コマーシャル行く。来た。続くって続く。次のシーンでも切られる。あー、ちなみにちゃん彼氏募集。ここまで。オーンで終わったね、今。近っ。ちょうどぶり釣り上げたとこやったのにな。いつもカメラ持ってない時に釣るからなあ。もう大きかってんけどな、リリースしてもたからな。さっきのカワハギも35ぐらいあったな。そうやね、木もパンパンや。木もパンやったな。もう水面に上げた瞬間にもうあのクマに食われたけどな。クマが熊が用取りしよったよ。ああ、貸せこの野郎、食わせろ。お腹が減ってるんだ。お腹減ったの。それが先の神戸のマムシ漬けであるから。
わりらしいですよ。え、あれ、あー三谷さん呼んできて、あタイムアップやから三谷さん呼んでこなかんわ。頭抱えてあーって言わなかんわ。終わりですよ、まだ落とせませんか。え、最後のラストで食うかもからんやん、ブリが。おっ来た来た。あー、バレた。大きかったな、今の。今日は太刀魚デーやな。え、太刀魚デーやな。ザ・ドラゴン。チャンネル登録よろしく。 Twitter もフォローしてね。明日もバカ。